ちょっとマジで今日リベンジしますよ。望むところだ。いいですか。いいよ。たぶん高田どうも、はじめまして、しおりです。こういうことが違う。おー、惜しい。きたー。昔は侍っぽくなってたね。いや、そうですね。乳首乳首じゃあ行きましょうか。はい、行きます。3、2、1。どうも、侍ヒッティングです。サムライティング、小川さん、はい、今日どこにいるんですか。ここは今回は無事に一緒に来ております。おっ、ということは毎度おなじみの戸川さんですね。そうですね、はい、今日何やるんですか。今日はですね、はい、なんとチーム戦のバトルをやることになってます。おっ、ってことはガオ的な。でもガオではないんですけど、ガオ的な。おちょっとガオっぽくしとけば多分数字伸びるんじゃないかなと思うので、このようにそんなサムネイルにしてほしいなと。厳密な顔ではないね。顔ではないです。スピンオフ的なね。そうです。はい、わかりました、わかりました。気になる内容を教えてください。内容ですか。で、気になる内容なんですが、はい、今回3対3に分かれたチームバトルです。うん、でですね、今回戸川さんが特別にプレイデーションを作ってくださって、はい、お昔のゾウさんチームとやった戦いみたいな、ああいう感じ。あ、そうです、そうです。あー、エンタメ系のバトルってことだ。まあ、エンタメ系のバトルになればいいなと思いますけど。ってことは、我々だけじゃないってこと。そうです。一応チームなんですけど、はい、大将を2人いて、はい、大将マックス鈴木、はい、でもう1人います、はい、はいはい、お呼びしていいですか。はい、お願いします。お願いします。うん、今回ね、あのマックス鈴木に対抗する、うん、はい、もう最強チームですよ。はい、はい、武士です。おお、ありがとうございます。マジで僕はもう山本さんにまとまってるんですよ。1回しかない。僕ちょっとマジで今日リベンジしますよ。望むところだ。いいですか。いい。チーム、あの侍スタッフの嫌いの現れ見てください。みんなシャツインしてますから。アイウエストか。アイウエストか。アイウエストってことも知ってるんですか。私は相手53万ということなんですけれどもチームをね3対3だと決めなきゃいけないんですけど、はい、なんでご紹介してからじゃんけんします。じゃんけんして勝った方が取ってご紹介まなきゃいけません。そういう作業してますけど、取ってもいいですか。そこでやっちゃいますか。やっちゃいましょう。ちょっともう負けてますよ。もう負けてますよ。武士に負けないぞ。全部負けてんだよ俺。あの武士に対してはね、ゾウさんチームと同じ気持ちだから。まず好感度で勝てない、顔で勝てない、毛の量で勝てない、何にも勝てない。ない！だから嫌われる。じゃあ開けていきましょうか。はい、お願いします。最初は開けていきます。せーの、最初はグッ、じゃんけん、バーッ。ちょっとこうね、あの視聴者の方分かんないですけど、ここに控えて。では名前は言ってしまってよいのか。お願いします。おにぎり殿。ボギー選手はちなみに先ほどたまたま取られたということで、そうですね、ほんとたまたまだ。すっげーびっくりしました。じゃあ次僕いいですか。はい、じゃあすいません、しおちゃんカモン。いいよ、いしょー。ということで皆様に自己紹介お願いします。どうもはじめまして、しおりです。よろしくお願いします。じゃあ元祖大食い王の乗船ですか。乗船出ました。もう出ております。新潟県が誇る大食いスターです。いかがでしょうか、チーム戦ということですけど。いや、呼んでいただいてありがとうございます。ありがとうございます。いや、チーム戦ちょっと初めてのあれなんで頑張ります。そもそも大食いとかってあの後からしてる。
大食いは活動ちょいちょい、はい、してます。はい、ちなみに何ぐらい量を食べれますか？量だけで言うと4キロぐらいですかね。6キロ、何6キロ食べれるの？こんなだからダメなんだな。すいません、今日よろしくお願いします。誰も、というわけでしおりちゃんです。最後ちょっとすごく申し訳ないんですけど、はい、最後のメンバーがケンスケの僕なんですよ。コールお願いします。はい、最初はグー、じゃんけんぽい。よし、ケンスケ殿だ。ではこれでチーム分けは済んだと。あ、そこで切るの？ちなみにね、今日はスパさんもね、コバさんに来るっていうしていただいてるんですけれども、なんとギャラリーでですね、スペシャルゲストが見てきて、見に来てくださいました。カナさん、あちらをボンとお願いします。ダスーン、はい、前のおなじみ神奈川県藤沢市が誇るラーメンショップの店長、パンちゃん、そしてあ、ここはいいです。ワンちゃん、今日遊びに来てくれてありがとうございます。ありがとうございます。今回賞金出ます。はい、え、ガチですか？はい、ガチでやりますよ。でも、実際ガチですか？うちの、え、ガチでやるつもりなかったんですか？え、ガチのつもりですけど出ます。急に困りますよ。はい、まあ、ガオーほどは出ませんけど。マジ賞金ですか？はい、皆さん頑張ってください。ありがとうございます。マジですか？これ食前やめていいですか？温泉じゃないですよね。全然売れないってごめんなさい。すいません、すいません。意識は侍チームとかですね。こちら侍さん、はい、ありがとうございます。あちら安藤チャンネルさんと違う、はい、ライバルアモチャンネル底辺経営者です。藤沢のゆでたごことアモチャンでございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。応援しますよ。詳しいですか？概要欄にリンク貼らせていただくので、アボちゃんのチャンネルぜひ見てください。よろしくお願いします。めちゃめちゃ面白いですから。ということで、はい、そのガオよろしくお願いします。よろしくお願いします。ガオじゃない、ガオじゃない、ガオじゃない。それではバトルを始めましょう。私が勝手にここから選びます。両チームよろしいですか？うん、どれかな。どれにしますか？これにします。1回目の勝負はこちら。でーん、コロッケ。コロッケ10個。相手チームの1人を指定して早食い勝負。ででーん、よろしくお願いします。相手チームの1人を指定して、相手チームを指定して、コロッケ。じゃあちなみに1個 70g、700g ですね、10個。じゃあ10個で 700g。 まあ自分がいくつでもいいし、じゃあこっちのチームから、うん、指定してもいいし、いや、こんなのもう、ね、上から倒さないと意味ないですからね。いいハート持ってるね。確かに、俺今全力でケンスケって考えてたわ。じゃあもう決まっちゃってんのいいですか？我々、はい、ズバリ日本一のハグイ男、ね、おにぎりさん、あなた。よし、やりますよ。ではどうしますか？どうしますか？もういつでもこう、なんでもこいだよね、もうね。じゃあ、大将いっか。大将で。じゃあ、こちらはマックスとの指定だ。はーい、頑張ります。あ、もうスタート、ストップも。はい。あ、やばい、緊張する。 OK、 よろしいですか？僕はいきます。おにぎり殿、5、4、3、2、1、スタート。
ちらも早いな。やってて、あ、俺いけると思いました。本当に結果、お兄ちゃんの勝利です。ありがとうございます。ちなみに乾杯です。ちなみにタイムは、タイムは37秒47です。37秒47です。早すぎる。1個 3.7 秒。でも思ってたより食いやすかったですね。うん、食べきらなきゃダメですね。次の勝負見てるから。じゃあまだ続いてますよ。完食をしないと。全部飲んじゃうんだよ。でも。はい。記録1分41秒です。遅っ。遅くはないんだもん。結局には。いやー、これはお兄さんすごい、本当。あっぱれです。あっぱれ。はい、よろしいですか。それでは第2回戦はそのまま惨敗したマクスン様に引いてもらいましょう。次の食材は。壊した。壊した。壊した。ドン。お。なんだ次は。ミニパン10個対決。これはチームで誰出ると決めていいですか。大丈夫です。ちょっとさ、いきなりで終わりね。俺行かしてくんね。続きいきます。俺はお前でやりてんだ。知ってる。それ言われた時点で知ってる。萩本さんだけで終わるかもしれない。うん、まだ容量的には大丈夫だ。じゃあちょっとここもお願いします。わかりました。おにぎり殿、わかりました。頼む。よっかいっす。結構でけえな。きつそうだな。10個です。あ、またお兄ちゃん。あ、これクリームじゃないっしょ。下クリーム。あ、クリームパン。これ下が、上が普通のやつ。はい、おにぎり殿、頑張ってくれ。よし、勝つぞ、2連勝。オッケー、大丈夫です。はい、それでは始めましょう。第2回戦、第5勝負。5、4、3、2、1、スタート。おお、惜しい。エンジンかかってない。うん、ちなみに最後は20。飲み込めなかった。最後さあ1か8か4個入れてみたけど。それができるのはすげえ。止まったキュッて。お兄ちゃんに見てもらいましょう。当てたお兄ちゃん。あ、いいですよ、カメラマン。はい、どうぞ。かなえることに引きやな。この次は無制クリア15個指定して早く行った早く行った。早食いしかないよ。おにぎり丼。でも、まあ、ここはもう健介殿行きたいわ。あ、はい、甘いものが甘いものが健介殿。うん、頼む。もう決まっております。ズバリスイーツといえば女性、しおりちゃんでございます。行きましょう。ケンスケの俺がやらないパターンあるんだな。こういうパターンもあるんですね。
なんかこれならなんとか食べれるんじゃないかなと思ってたんですよ。いやー、おー、大変そう。食べるかもしれない。これはもう剥いて食べて。剥く作業もあるんですね。手先が企業選手権でもあるね。はい、よろしいですか。5、4、3、2、1、スタート。剥く作業もある。早く剥かない。ここもあるちょっと待って、ちょっと、いや、まだ間に合うよ。アメリカのフードが欲しいよ。そうっすね、ゴリゴリのやつとめちゃめちゃ元気になりますね。なるね。すごい、よりキレッキレ。全然わかんないよ、これ。普通のも大変そうだよ。いけないのか。ちょっと食べるんだ。何これ、何これ、みたいな。チョコレートで手が滑る。あー、油で、油で。あ、これめちゃくちゃいい勝負してる、これ。もうどっちが勝ってもおかしくないよ、これ。いい勝負だ。うん、僅差ってこのことだもん。マジでマジでマジで嘘でマジで違う開け方できないのね。サク以外の開け方ないのか。シさんが分かってくるから。物産チームの勝利。2人ともナイスファイトです。ナイスファイト、最高ですよ。ケンスケもまとだったと思います。どうですか、どうぞ。これで、はい、いいですか。はい、ハンバーグ10個 1.2 キロ対決。これが相手チームの1人を指定して、はい、相手チームの1人を指定。いやでも、ここまで武士いたから彼しかいないよね。これはもう彼しかいないと思うんだ、俺は。ここは本当はね、立ち疲れてると思うし。このチャンネルで出てこないと変な感じになっちゃうんで。じゃあ我々は、はい、して大将の武さんでお願いします。お、お、一緒か。はい。仕方ない。マッツを行くか。結構早食いになってしまう。いやマックスので。あ、いいですか。お、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあやりましょう。はい、それではハンバーグ10個、はい、よろしくお願いします。5、4、3、2、1、スタート。いける。
あ、来たやつやばいっす。行きます行きます。近い方の勝利。体内時計勝負。体内時計。体内時計。チーム侍は小川まで行きます。おお。いやいや、もう入ってる、もう入ってる。三分、三分の三だあれ。三分の三だあれ。はい。カップラーメンいっぱい食べてるんで。ずっと待ってんだ、三分ね、こうやって。三分待ってるだけ。待ってるだけ。列車の方は。拙者が続投する。いいですか、僕武士とやって、うん、普通に勝ちたい。すげえバカな人みたいな。普通に勝ちたい。はい、よろしいですか。大丈夫です。はい、それでは行きましょう。5、4、3、2、1、スタート。3、美味しいですね。うん。あ、多分小川の時計の参考に多分実際食べてる。ああ、じゃあ今度相手の続き。プラスで3秒とかマイナス3秒とかでなんか調整していきそう。そんな気がする。今のが結構鮮いです。うん、なるは絶対勝てる。彼は確かに正解だ。はい、あ、
僕はあのタイマー止めました。では、ゆうまさんの方から発表していただけますか。じゃあゆうまさんのタイムが2分45秒4やばい、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 ブッシュさんのコーンタイムが3分4秒うおぉー強すぎるちょっとは、パクちゃんの勝利そうですね俺、これで勝てなかったら勝てるもんないっすよはい、それでは今から見ていただきましょう、はい、どうぞじゃあ、ボサイジャンエビフライ7本、ジャスト2分で食べれ、食べる、はい、これは振らない ?3 秒は決めてるっすよ、はい、僕もちょっと先に聞いてみましょうよ。あ、まあ、か僕らからさっきから決めてる気がして。あー、いいね、いい、負けてるやつの余裕じゃねえんだけどジャストで今来てるから、このままの流れに行ってほしいなと思う。もちろんですよ、大丈夫めっちゃ行こう、うん、出たからいいですか、行けます、エビフライな、じゃあ行きます。ジャスト2分、引き分けも存在する、引き分けも存在存在する戦い。よろしいですか。それでは始めます。5、4、3、2、1、スタート。物資的に今何秒ですか。突如分からんようになってしまったこれやってる本人からするとマジで分かんないな。話したらもう終わりだから。僅差だな。ちょっと待ってよ、2人とも分かった。あ、僕は1人こいつなんか立ち持ち持ってるこのままって、ちょっと待って。あ、そうはこれ VTR 検証だね。これちょっと際どいっすね、際どい。いや、これは V だと思う。とりあえず武士のは分かってると。武士さんの1分58秒06です。おー、じゃあ絶対武士だと思う。え、さあそっからだって、え、でも2分だから19とかだったの。うん、あ、でもそうか、分かんないか、それは V か。いい勝負だ、これいい勝負だよ。すごいすごい。これ VTR 検証ですね、はい、先ほどの武士さん対しおりちゃんはコンマの差なんですけど、はい、武士さんのが2分に近かったです。はい、拙者の体内時計がすごかったということだ。武士に負けたはい、えい、丸巻き6本対決です。お、丸巻き1本 50g ですね。これは早食いだ、早食いです。俺はおにぎり殿だ。口の中がボロボロになりますよね、春巻きって。頑張ります。もう最後だと思って俺頑張ります。いや、もうここは、
チーム侍負けれないんで早食い私行かせていただきます。はい、お願いします。いやもうこっちのチームはもう今リーチかかってるんで私で決めたいと思います。よろしいですか。それではいきます。5、4、3、2、1スタート。おお。そうだ。いけるぞ、おにぎり殿。はい。おお。早っ。ああ、どんで、これは勝てるわ。結構パリパリだったんですか。結構パリパリってでも食べるとそこまで中間は結構中間でなんかコーティングできますよね。キュッと牛チームの方結果発表からいたします。はい、おにぎりさんのタイムお願いします。27秒98です。おお。じゃあ続きまして鈴木さんのタイムお願いします。38秒34です。おお、そんなあったんですね。あ、とりあえず最後言ってもらっていいですか。というわけで次の食材はこちら。なんだ。激辛うどん並、制限時間5分で完食せよ。いや、これ欲しいポイントですもんね。はい、ですよね。5分で食べれば両方欲しいですか。はい、これはもう勝ち負けが5分以内に食べてください。市場完売です。とんでもないです。ありがとうございます。よろしいですか。お願いします。5、4、3、2、1スタート。これはな、風習からやってる。暑そうだ。熱い。すすると蒸せそうになる。あ、もう言われ、もう。まあまあ。まあまあ。痛い。種類だ。種類が。すみません。どういうわけマジなの。ただ暑さで時間内に行けるかどうかが問題ですね。そんなに暑いんだ。暑くて辛みをね。ね、こう本当。はい、じゃあ辛みでのってことか。うわ。早いな。うん。うまい。嘘つけよ。辛いでしょ。辛いは辛いがうまい。味は。でもうまいっすよ。味はあるんだ。うーわ、きつそう。きつそう。あっそう。あっつ。あつい。つわ。見てるのつわ。見てるだけでダメだ。足が飛んでる。おお、これで
残り30秒です。残り30秒いけよ、いや追い込めんし、頑張れ、おいで、出て、熱かれ、頑張れ。20秒ビリビリ10、9、あ、おお、やばいっすね。まあまあ痛いです。1、2、3、4、5、6対3。おお弱いんですね。ということで頑張ったんですよね。じゃあもう一個用意しちゃいます。あ、してあるんですか。ビリーン、大将戦。とりあえず何か食って、それ、これ面白くするために3人でリレーで食ってもらいますか。おお。で最後大将が星3つあげるから、3つあげても勝てねえな。武士の、最終戦ということで、はい、うん、こちらの食材をお酒にね、あのタイム勝負ということで、はい、一気に、はい、これ3人でこの最終食材食べていただいて、はい、そのタイムを競うという流れらしいでございます。で、星が、最終的には4つ、はい、4ポイント、はい、なるほど、ございます。うん、一向に構わん。それではいきます。はい、お願いします。5、4、3、2、1、スタート。よっす。あ、わんぱく感がすごいですね。今すぐにでもスクリューパーで止めばおいそうですよ。俺スタシックス相手から使うもん。動画くん、あいつジャストパリできんじゃないですか。やばい急にゼロサントになった。それ消えた。すごかった。できないんですけど、どれだなぁ。一番仕事してる可能性はこれですよ。何もうちょっと二人もなるわけじゃない。わあ、すげえすげえ。あれやっぱりあれ。とても行った方がいいですか。はい。はい。おお。早すぎるね。これ。いや。1分49秒74。これ、俺が一杯食われるから二人とも食い終わってバーンって見てたら俺もみたいな。ちょっと面白いフォーメーションだよね、これ。よろしいですか。あ、すっげー緊張するな、これ。マジ本気でいきますからね、我々。じゃないと相手に失礼だから、はい、これ箸割ってていいんすか。やべ、ちょっと動機が止まんねんだけど、どうしよう。余命臭言います。余命臭、そんな瞬間聞くの。求人の。それではいきます、ラスト勝負。5、4、3、2、1、スタート。超厳しい。早い。
も笑わないで可能性も出てきてる。いや、マックスいくんじゃないこれ。ねえ。その時計壊れてんだろ。絶対に1分半ぐらいで、1分半ぐらい気持ちは一回でもいけない。はい、委員長、はい、負けを認めたくないです。はい、そうですか。はい、なんか言いますか。こういう時どうしたらいいですか。まず、なんか食う。ただの飯やん、それ。いや、でも、うん、これ正直、もう我々も乾杯ですよ。乾杯です。もう負けです。もう顔に米つけて言ってるんですから。より一つ乾杯はないですよ。これはね、本当にシンプルに武士チームが強かったです、うん、武士さんチームが。うちのチームやっぱり翔ちゃんめちゃくちゃ頑張ってくれたんですけど、ちょっと僕と側が除外になったですね。ちょっとやっぱりいろいろとダメなところありまして。これやっぱ僕選ぶんだな。そっちかよ。その可能性あったな。でしょ。いや、これはでも乾杯ですな。そうですね、はい、はい、ありがとうございました。一応結果アップしてもらっていいですか。はい、星何対何か、はい、多分勝ったと思うんですけど、我々が。そうですね、一応星3つだってね。発表します、はい、チームサムライ星3つ、最高。はい、武士チーム星10個。負けました。本当はね、サムライビング、星飯さんのチャンネルでこうやってコラボで、フードロス、その大量食材を、使ったこのフードオリンピックというのを東川さんが開いてくれたわけなんですけど、改めて出演者の皆様に一言ずつちょっと軽くでいいんで、もうまた感想をちょっとね、じゃあどうしよう、しおちゃんからいきましょう。はい、いや、今日呼んでいただいてありがとうございました。ありがとうございました。もうせっかく呼んでいただいたのに、もうお力になれず。ちょっとね、我々のね、ちょっとあの活躍の場をね、ちょっとね、ご提供できなかったのがね、いやいやいや、すごく申し訳ないです。せっかく来ていたのに。ちょっと次回ちょっといいですか。いや、またお願いします。あ、そしてウシチームのウシさんと急遽参戦してくださったお兄さん、今日はありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。武士さんから本日いかがでしたでしょうか。楽しかった。ありがとうございます。普通にまたうどんが食べたい。やほど、ありがとうございます。今日はちょっとマックさんとやらせてもらったんで楽しかったです。また呼んでください。お願いします。おめでとうございます。はい、というわけで、皆様の力を借りてサムライティングできておりますので、はい、ありがとうございました。本当に。あ、そして最後、戸川さんと、あとパンちゃんとアボちゃんにもご意見聞いて、それで終わりにしましょう。改めまして、本日は、ありがとうございました。来ていただいて、ありがとうございます。本日の大会はお二人どうでしたか。まず、じゃあアボちゃんから、はい、もう大会になっちゃう。スピンオフというのにね、なんかすごいまるでメインかのようなバトルが見れてすごい楽しかったです。ありがとうございました。ありがとうございました。パンちゃん、楽しかったです。以上です。かわいい勝者登場。Thank you.
おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。ことぶき、改めまして本日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。もうこのフードオリンピック、もう言ったらもう、はい、僕だった他の人も以前やらせていただいて、今回ちょっとまあプチガオじゃないですけれど、侍でこうやらせていただいたんですけど、はい、正直僕これまだ続いてると思ってなかったんですよ。滞留してるあれが、こちらがこれまだ絶賛継続中なんですか。継続中です。おお、未だにやってますもん。これ何でそもそもこれやろうと思ったんですか。この滞留食材のもったいないじゃん。でも本当にそういう廃棄処理の話を聞いてて、もったいないなと思って。どういうところからそういう話入ってくるんですか。学校給食とかそういう業者さんとかみんなから声をかけといて、何かあったら買うからね。あ、じゃあもうこれその行き場がなくて、それをじゃあ買う買うって。で、食ってもらえればお金が発生してってなってると思うんで、みんな救われるじゃないですか。そっか、ありがとうございます。本日はありがとうございます。本日は本当にありがとうございました。ありがとうございます。皆様お疲れ様でした。